皆さんこんにちは、マーキーです。ひーくです。今日はひーくが最近ドハマりしているゾイドワイルドのプラモデル組み立てていきたいと思います。僕ずっとね、欲しかった。そうだよね、なんかずっと言ってたもんね。じゃあ早速紹介しようか。今回の商品はこちら、ゾイドワイルドのカブターとクワガです。かっこいいね、うん、で一気に2つ買ったので、これを2つ組み立てて少し遊んでみたいと思います。はい、結構初めてのプラモデルだね。これは接着剤不要ですぐ組み立てられるやつみたいなので、早速やっていきたいと思います。はい、それでは組みましょう。レッツゴー。はい、それでは早速組み立てていきたいと思います。はい、じゃあどっちから組み立てましょうか。クワガ。クワガからね。うん、はい。まあ、それにそれから気をつけなきゃね。そうだね、気をつけてあげてください。はい、オープン。うわー、めっちゃ入ってる。あ、こういう感じで入ってるのね。これが説明書。なんだ、復元の書。クワーが復元の書。あ、説明書が復元の書っていう名前になってんだ。凝ってるな。説明書が2つ。発掘パック A、 はじめに開けよう S パック。そして発掘パック B。 でもこれからやるみたいですね。そうですね、初めに開けよう S パックから開けていきましょう。はい、どんな感じになるんだろうね。うん、テーブルに穴が開いてるので、隙間に落ちないように下にコルクボード敷いてやっていきたいと思います。はい、はい、それではクワがこちらの S パックからやっていきたいと思います。はい、結構パーツに入ってるね。そうだね、パーツいっぱいあるのでなくさないように気をつけてやりたいと思います。はい、それでは説明書見ながらやっていきたいと思います。はい、まずはこれですね。めっちゃ楽しみだ ね。はい、じゃあ次は発掘パック A 開けます。はい、色の黒さは黒いね。シャンしたね。これをガシャン、こうかな、こうっぽい。お、はまった。次は足。こうでこう足。硬い。入った。お、入った。おー、すごいね。このこうか。よしよし。足と手は完成だね。でも結構これでいい感じだね。うん、次は発掘パック B です。はい、次はこれです。これをお色がつきました。すごいね、こうやって見るとね。いい感じ。次は牙です。次は今の牙をここ。そしてこれと。に出来上がってきたね。いい感じだよ。うん、こことここ立て。お、いいじゃん。そしたらこれを、あ、なんかはまった。お、はまりました。すげえ、ゾイドっぽくなってきたよ。うん、とりあえずなんだろうね。目かな。次はこれ、ここだ。見つけていくぜ。うわ、はまんない。はまった。はい、じゃあ逆つけましょう。はい、危ねえ。入った。入った。すげえ、なんかめっちゃ虫感出る。いいね。うん、あともうちょっと。で、これを最後に挟めば OK ってことかな。こうかな。おー、やっとできたね。完成でーす。一発目難しかったね。ちょっとね、大変だった。これがノーマルモードでーす。おー、すごい。めっちゃ虫感出るね。いいね、かなりのゾイドが我が家にもやってきたぞ。そしてこれがワイルドブラスト。これはギラファのこぎりクワガタだね。なるほど、確かにギラファっぽいね。これはだって長いもんね、角ね、ここね、かっこいいね。あとゼンマイがあるから回してみようか。クワが発進。画面に収まらなかった。止まっちゃうな。なんかじゃあ見えるところからいきます。はい。いきます。はい、というわけで今回はゾイドワイルドのクワガ作っていきました。今回クワガとカブタンも一緒に作っていこうと思ったんですが、結構時間がかかりすぎちゃったので、カブタンは次回また作りたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。今日の動画がいいと思ったらチャンネル登録、そしてグッドボタンぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、終わり。